で、すずも漢字書けないもんね。漢字は書けないです。あ、じゃあ今日も漢字書いてもらおうか。やだ、今日も漢字書いてもらおうか。やだ。皆さん、すずに何を書いてほしいですか？すず、今年初登場ということなので、何でも書きますよ。なんか今年のなんか修行してなんか変わったことに関してなんかないかな。うーん、おベルト、体幹、体幹の文字を書いてくれって言われてる。いいじゃないですか。5月4日横浜分隊、書いたことないぞ。 ICE クロスインフィニティの王座ね、挑戦が決まっておりますから、そりゃあもちろんベルト、体幹なんて文字は書けてほしいな。だって体幹なんて文字はそりゃあだってプロレス雑誌一冊読むだけでも何度出てくるんだっていうぐらいきっといっぱい出てくるでしょうよ。体幹、わからない、ベルト、体幹、わからんよ。プロレスファンならかけてほしいなと僕は思うわけですけれども、さあ果たして頭の中がちょっと普通じゃないすずちゃんは体幹という文字果たして書けるのでしょうか。さあさあさあ、もう似てたら正解としようって言われてるけど、似てたら。いやー、今すごいなんかいろんな問題が来てる。面白そう。え、わからないな。わからないな。いや、ベルト、体幹なんていっぱい見たことあるはずですよ。それこそ煽り V を見てても出てくるし、プロレスの何か試合結果とか見てても出てくるし。どうでしょう。え、嘘でしょ。ちょっと嘘でしょ。え、ねえ、ちょっと待って、ベルト、体幹の意味知ってる？わかります。どういう意味？ベルトが渡るっていう意味ですよね。ベルトなんて取るっていう。うん。え、ちょっとでしょ。ちょっとマジでわかんないんですけど。マジでわからない結果がこうなんですけど、ちょっと見せていいですか？マジか、マジか。いやー、マジか。どこか一つでもかすってて欲しかった。すずの体幹はこちら。ででん。これはなんだ。これは一体なんだ。なんて読むんだ。ちゃんと意味がありますから。どういうことや。これ体はこの人の体を表しています。そしてこの月ってこう人のほら腸とかなんかいろんなところに使われるんですか。で肉付きね。頭の上にこのこれ。冠があってそういう意味。これはチャンピオンになるっていう意味だと思う。なんかすごいなんか頭のいい人みたいに言ってるけど全然違う。なんか新手の象形文字出してきましたみたいな感じですね。採用って言われてるでしょ。頭の上にこれは冠ね、これほら新しい漢字を生み出しただと理屈に基づいている新漢字なんだな。そうなんです。うっそー、今度からこの字使ってください。いや、なんかなんだろう、つくしさんが漢字間違えるのとは違う方向すぎて頭がいいのはよくわかるんだけど全然合ってない。なんかこういう雰囲気じゃないですか。でも体感っていう感じ、全然全く本物はどういう字でしょうか。本物は、あ、私ですか。これに書いちゃっていいのかな。後ろ。あ、なるほどなるほど。じゃあちょっとポスターをずらさせていただいて。いやー、本当の体感。あ、なんか見たことあるぞ。なるほど、ね。はい。こう書くのか。これはですね、冠をいただくと。いう意味です。なるほど、わかりますか。はい、はい、これがまあ王冠とかベルトとかね、はい、冠をいただく、いただく、頂戴するの、頂戴のやつですね。そうそうそうですよ。覚えましたか。覚えました。はい、なんだこれは。なんだこれは、先生悲しい。
もう愛先生本当にもう本当に体感でもこれもちゃんと意味は合ってますからねあれマジでタイ違ったごめんなさい異なるだったって異なるこれ乗せるの方かこっちだそうですあーなるほどあんまり変わらないですねごめんなさいあんまり変わらないからだから多分いいあのコメントで形が合ってたらよしとしようってきたんだと思うなるほどあ本当はい写真でもこの感じみんなが褒めてくれたねよかったねはいよかったねこれみんな今度からちょっとこれ使ってください